ビリー・ビル・ヘルム・エミール・メッサー・シュミットはドイツの航空機設計者である。1934年にバルター・レテルと設計したメッサー・シュミット BF-109 の設計者として知られる。BF-109 は第二次世界大戦のドイツ空軍の主力レシプロ戦闘機で3万5000機が生産された。その他に速度の世界記録を記録した。 BF-109R やメッサー・シュミットの会社が開発、製造した総発ジェット戦闘機め262などで知られる。ナチ党員。フランクフルトでワイン商人の息子として生まれた。青年時代、ドイツのグライダーのパイオニアであるフリードリッヒ・ハルトと親しくなった。メッサー・シュミットがミュンヘン高等技術学校で学ぶまも、ハルトと共に、 バイエルン航空機製造で航空機の製作を行った。1921年にグライダー S8 を製作し、航続記録の世界記録を樹立した。同じ年にメッサーシュミットが単独で設計したグライダー S9 を飛行させた。アルベルトシュペーヤ軍事省エアハルトミルヒ空軍元帥とメッサーシュミット1938年7月11日にメッサーシュミットは、 BFW の支配人となり、社名もメッサーシュミット株式会社に改められたが、メッサーシュミットは経営的にも優れた才能を発揮した。さらに、総発の戦闘機として BF-110 が採用されたが、バトルオブブリテンでは爆撃機の護衛という任務を達成することができず、作戦失敗の原因の一つとなった。BF-109 110の成功で頂点に達したメッサーシュミットの評価は後継機として設計、開発した目309、目210が失敗作となったために完全に失墜する。当時メッサーシュミットに絶大な信頼を寄せていた空軍や航空省は保険としての並行開発機も用意しておらず、新型機の生産、配備計画まで白紙に戻るなど、 戦時下のドイツに極めて深刻な事態をもたらした。その後メッサー・シュミットは、総発ジェット戦闘機目262を開発したが、軍の干渉が設計にまで及び始め、かつての制裁はなく、ついには航空技術局から新型機の製作許可が全く、降りない事態に至った。代表作とされる BF-109 や、その原型となった BF-108 についても、実は、 ビリー・メッサー・シュミット自身より、同時期に、ハインケルから、バイエルン航空機製造者に入社したロベルト・ルッサーの役割が大きいという説もある。ルッサーは1938年に、バイエルンを離れるが、前日の目 309, 目210は、ルッサー入社前のメッサー・シュミットの設計傾向に、回帰しており、深刻な安定性不足などを生じる結果となった。 MBB 会長職を優待する頃のメッサーシュミット、第二次世界大戦での敗戦後、強制労働の罪で1948年に有罪となり、2年間収監された。釈放後はメッサーシュミット社に戻ったが、航空機の製造や研究は1955年まで禁止されたので、プレハブ住宅や小型自動車やミシンを製造する。 一方で航空機の製造と研究を続行するため、スペインに移住し、イスパの航空を立ち上げ、ジェット練習機、ス -200 の開発や、軽量戦闘機の基礎研究を行った。戦闘機の機体設計は興味を示したエジプトが、買い取り、そこで、ヘルワンハ300の設計を行った。だが、同じく、ドイツ出身のクルトタンクを招聘して、 インドが開発した HF-24 マルートと比べると、機体設計では劣っていた。結局派マイナス300の開発は、第三次中東戦争の勃発と、それに伴い、ソ連から戦闘機を調達する見込みが立ったことから、中止となった。航空機製造の解禁後、メッサーシミット社は、フィアット G91 や、ロッキード海1百4 g のライセンス生産を、 行った。メッサー・シュミットは1978年9月15日、ミュンヘンで外科手術を受けた後に亡くなり、妻の眠るバンベルクのメッサー・シュミット家の脳骨堂に埋葬された。世界の傑作機ナンバーワン09、メッサー・シュミット BF-109P70 から74、薬中、で、ミヒエルでは1973年不法乱 朝日新聞1978年9月16日、長官13番23面。ありがとうございます。